浜松市環境学習指導者でライターの山口雅子です。食品ロス削減のためのエコレシピ、大根丸ごと使い切りシリーズの中から、大根の葉と皮を使ったドライカレーをご紹介します。大根を切るときにわざと皮を厚く剥きまして、それを使ったカレーになります。で、葉のある時期でしたらそれをまた有効に使うことで、とても栄養価の高い美味しいカレーができます。